皆さんこんにちは。ですね、オンラインレッスン、チューバラボから始めるオンラインレッスンでもうすでにね、何人も勇者というか志願者が来ててとてもびっくりしてます。ですね、同業者の方とかもこれは思いつかなかったですとか、いろんなお褒めの言葉を受けております。どうもありがとうございます。はい、記念すべき、1人目の、オンラインレッスンということで、スタートしたいと思います。そこでですね、皆さんこうやって、匿名ですけれども、こうして演奏を公にね出すというのはとても勇気のいることだと思うんですね。ですのでなるべく高評価の方をお願いしますね。演奏によって、レッスンによってダメだっていうのはしょうがないかもしれないですけども、投稿してくれた人に対して、暴言を吐いたりとかそういうことはないようにしてください。もし見つけた場合はね、バシバシ消したりですとか、アクセス禁止にしたりとか、そういった処置をさせていただきたいと思いますので、皆さん気持ちよくこのネット YouTube を使っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、1人目の、方は福岡県のペンネームクロさんという、20代の女性から録音が送られてきました。楽器歴は通算で6年ぐらいだそうです。で、楽器はワルター・ニルシュルのペラントチモデルと書いていますと。中古で購入されたそうです。2002年くらいのものだそうですね。そして青管、マウスピースはペラントゥッチの83番という、極めてオーソドックスなマウスピースかなと思います。コンプレックスの塊なんですが、私みたいなのが出ることで同じ悩みの人もいるかもしれないので勇気を持って出ますということですね。その後でメールのやり取りをしたんですけれども、少し小柄の方だそうです。はい、お送りしてくださった曲はジャジャン、ボルドーニの1番を、演奏してくださいました。はい、最初から最後までではないんですけれども、ぜひ聴いてみてください。そしてみんなで、考えて、このレッスンを進めたいと思います。ではクロさんの演奏です。聴いてみましょう。はい、ブラボー、イエーイ。はい、1人目の演奏、1回目からね、とてもレベルの高い演奏、どうもありがとうございました。はい、ボルドーニを演奏するにあたり、まずボルドーニだけではなく、いろんなねエチュードを演奏する練習するにあたり大事なことって何ですかね。例えばボルドーニ、コープラッシュ、ブラゼビッチというふうに、ボルドーニは歌うスタイル、コープラッシュは、テクニック、ブラゼビッチはサウンドを作っていくという、エチュードですね。はい、そこで、ここのね、ボルドーニのところにベルカントスタディって書いてあるんですね。このベルカントっていうのは何かと言いますと、イタリア語で歌うというね、意味です。ベルカント、歌い込むという意味ですね。そして著作権の問題がありますので楽譜はここで出しません、ですけれども、楽譜の下にロバート・キングですけどね、楽譜の下に
何が書いてあるかをまず読んでみましたか？まず、気をつけてください。普天8分音符と16分音符。バーンパパーン。これが3連符の塊、パーパーパーにならないようにしましょうって書いてあるんですね。これが、この黒さんはどういうふうに演奏してたか、ちょっとまた聞いてみましょうか。はい、聞こえましたか？普天8分音符、16分音符、完全に3連符の片割れになって演奏されちゃってましたよね。そこをまず直してください。これもね、この編集者ですけども、ロバート・キングのね、編集者の方が、ここを直しましょうということで書いてある。それができてないということですね。はい、もう一つ、この、エチュードなんですけど、歌い込む練習の他にレガートの練習をとても、重んじてるエチュードだと思ってください。最初バラリラララララ、ここまで一つスラーでくくってあるんですね。スラーというものは何かと言いますと、レガートでもありますね、タンギングをついちゃいけないというわけではないんですけども、タンギングをついてレガートに聞けるスラーに聞こえるんだったらそれでも OK なんですけれども、これはあくまでもエチュードということで、なるべくタンギングをつかないように吹いてみましょう。もう完全に黒さんの演奏は、タンギングで区切られて演奏してます。ちょっともう一回聞いてみましょうか。はい、いかがだったでしょうか。つながってる部分もあれば、途切れちゃってる部分がある。そこをね、どうやって直していいのかということなんですね。黒さんとてもいいなと思ったのが、メトロノームできっちり練習されてるのかなと思いました。ですけどね、またね、メトロノームについて、リズムについてまた後で少しお話しさせてください。まずレガートの吹き方なんですけども、まず舌をつかない吹き方だけども、舌をつかないでレガートをするのはちょっと難しいんですよね。ではどういうふうにしたらいいんでしょうかということです。まず息の流れがちゃんとできてないといけないということで、息だけの練習をするようにしてみてください。メトロノームをかけて、このようにフレーズごとに息を一つでつなげていく。息の、音聞こえましたか？息がデコボコならないように吹く。これがこういうふうにならないように。よろしいでしょうか。その次にですね、もし口笛ができたら口笛でやってみる。口笛ができなかったら息の音で息の高低差をつけてやってみてください。これで十分です。で、吹かなくっても大丈夫です。この時も息の、動きがデコボコにならないように気をつけてください。はい、
次はですね、レガートを続ける練習として、マウスピースを使った練習をしたいと思います。はい、マウスピースだけで練習すると息がたくさん持ってかれる。特に、黒さんの場合は体が小さいとおっしゃってましたので、息の量も少ないんじゃないかと思います。ですけれどもね、演奏を聴いてるとしっかりと息が吸えてるかなと思って感心しましたけれどもね。息が足りなくなる、例えば、あとマウスピース自体でも、マウスピース単体でその個々のね、癖、吹きにくいマウスピースもあれば、マウスピース単体で吹きやすいマウスピースもあるということを分かってください。はい、もし吹きにくいマウスピースの場合ですね、あとバジングが難しい人は、このようにホースですね、これブレスビルダーのホースなんですけれども、こうやってつけて、こうやってやれば、適度な抵抗がついてとても吹きやすくなると思います。はい、いかがでしょうか。マウスピースを使って吹いてレガートやってみる。まあね、マウスピースで吹くっていうのは一つのハンデでもあるので、きっちり吹ける必要はないです。音程がこうやって揺れたりね、この長さでもね、倍音があって、ちょっとどっかに持ってかれたりとか、そういうのがあるので、そんなに気にしなくてもいいと思います。ただ息がちゃんと流れてるかどうか、大体の音程感がつかめてるかどうかということで、これは良しとしていいと思います。はい、最後に、いよいよ楽器とマウスピースをつけて、どういったことをやらないといけないかということをちょっとお見せしたいと思います。先ほど息だけの練習しましたよね。それを楽器にも送り込んでいくという練習をしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは息がね、凸凹しないというのを確認した上で、もう一度ね、楽器を吹いて確かめるという作業をしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。はい、次にですね、何をやらないといけないか、2つ最後にお伝えしたいなと思います。まずメトロノームで演奏されてましたね。メトロノームをかけるだけではなくって、メトロノームと一緒に寄り添って演奏するという考え方を持ってください。何かというと、メトロノームが大体で揃ってるような感じで吹くのではなく、あくまでもメトロノームときっちり合わせるということですね。まあ、それをやるとレガートが難しくなるという問題点が出てくるんですけれども、それを忘れないようにしてください。バーラーリララララバーリリリリリリララララリラバーラララリララピリララリラリリララララリズムがこぼれないように練習するということです。もう一つ、
無伴奏の練習、無伴奏の曲を演奏する前、まあ個人練習をするときですね、音の始まりから演奏が始まらないように考えてください。何かと言いますと、音が始まる前から前奏が鳴ってるつもりで演奏してみてください。例えばですね、バララララリリリラララララみたいな前奏を考えて、何でもいいですね。それからその前奏に乗せていくという練習ですね。ピリララリリリリララリラバラといった具合に吹いていくわけです。よろしいでしょうか。はい、1回目の、オンラインレッスンということで、ちょっといろいろ慣れないことがありまして、長いレッスンとなってしまいました。申し訳ございません。なるべくね、丁寧にみんなで考えていただけるようにしたいなと思います。それでは第2回目第3回目と続けていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。コロナウイルスからね、皆さん打ち勝ちましょう。それでは皆さんお元気で、さよなら。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。